エピソード9章のステージ攻略、9の7へ行きます。教習の内容は、マップ上の8つのマスが配置不可に、イフリータを入れました。スキルランクはまだ7です。まだ。ここは配置不可マスが増えて、通常ステージでやった方法が全くできなくなりました。配置不可あるある。そこで、イフリータの長い射程と火力を使うことにしました。ちなみに、ラップランドの無効化で対応する方法もやりましたので、よければ比較用にそちらもご覧ください。概要欄から行けます。グラベルが何か叩いてる。殿がご乱心じゃ。これがこのステージからの新ギミック、壊れた柱です。あ、ひびが入った。さらに攻撃すると、反対側に倒れて。あ、敵を潰した。これが非人道的武器か。センシティブなワードやめて。倒れた柱は、2マス分を潰して、使用不可にします。地形が変わった感じ？そうです。敵も味方も、侵入不可になります。じゃあこれでマップ変えるのか。なんか箱みたい。まあ、箱ステージっぽさもなくはないです。どの方向にでも倒せるの？いえ、隣接マスに配置しないと攻撃しなくて、攻撃者の反対側にしか倒れません。つまりこの柱の場合、下が配置不可マスなので、上に倒す、とかはできないわけです。ふむふむ。ちなみに、イフリータで一緒に攻撃とかしても、柱の HP は減りません。ほうほう。なお、倒れた柱は、配置不可マスだったら消えて、道を塞ぎません。は？ここにあった柱を右に倒していますが、その2マス右は潰れてなくて、敵が元気に歩いてきています。ほんとだ。これ、歩いてきてる敵を、タイミングよく倒そうと思ったら、かなり難しい？いえ、倒す直前には、一旦攻撃が止まるので、そこでキャラを一回下げて、倒したいタイミングで、また配置して攻撃、というのがやりやすいですね。ふむふむ。あとは、この爆破装置を使えば、柱を削らなくても、一気に壊せます。そんなお助けアイテムがあったのか。事前に削っておく余裕がない時とかには役立ちます。なるほど。あと、倒れた柱は手動で撤去できるとか、他にも言いたいことはあるんですが。ほとんど柱の話しかしなかったね。時間切れ？ご視聴ありがとうございました。